トークセッションとしては2番目のセッションになります。タイトルには、ご出演いただく立教大学理学部物理学科教授で、さらに宇宙航空研究開発機構の方でも教弁を取られている亀田慎吾先生に、宇宙人として地球で長生きするという、 タイトルをつけてくださいました。まずはじめに亀田先生の方から40分のレクチャーをいただければと思います。亀田先生よろしくお願いいたします。はい。えー、っとそれではあの皆さんよろしくお願いいたします。立教大学の亀田と申します。えっとですね、今日あのちょっと変なタイトル、いつもちょっと使わないようなタイトルなんですけれども、えっと宇宙人として地球で長生きするというまああのテーマでお話をしてみたいと思います。 であのまあ、前半はですねあの私、はやぶさ2というですねあの小惑星探査計画に関わっていまして、えーまあそのまあ、い,いくつか関わってるんですけどその紹介をまずちょっとさせていただこうかなと思っています。で、その後ちょっとこういう話に展開できたらなと思っています。で、えっとまあ、ちょっと変なタイトルなんですけど、えっとまあ、どういうところがですねあの、まあ、皆さんの興味あるか、まあ、分からないですけれども多分ですね、あのまあ、こういう宇宙人はいるのっていう疑問もですねよくあの聞きますし。 あと、他に地球みたいな星はないのかっていうような、そういう質問とか。あと、だんだんなんか深く、なんか変な感じになってきますけど、なんで人間は生まれたのとか、何のために生まれたのかとか。なんで地球を大事にというのは、なんでそんなことをしなきゃいけないのかとかですね。あの、そういう、なんというか、寝る前にふっと気になるような、なんかそういう疑問っていうのがいろいろあると思います。で、えっと、まあ私はですね、研究者として、これになんか真っ向から立ち向かってるわけじゃないんですけど、ちょっとずつ考えながら、 あのえーまあ、研究を進めているところで、まあ、皆さんも、まあ、全部じゃないかもしれませんけどど、まあどれかにはちょっと興味があると思うので、今日まあ何かですね少しあの感じえるところがあ,のあればあの良いかなと思ってお話をしたいと思います。それで、えっとまあ、私、あのまあ、これあの、自己紹介でちょっといきなり文字が多くてあの申し訳ないんですけれども、あのえーえーまあ、大学院を出たのが2007年ですね。 で、その後ですね、まあ一度 JAXA でえっと仕事をして、えー、その後に、えー、まあ千葉工業大学というところにいて、まあ今の立教大学に、えーまあ、十数年前に来ています。で、まあ最近は JAXA というところでも、あの、仕事しているというところですね。で、えっと、下にもうちょっと小さい字でですね、ごちゃごちゃあって、これも全部説明していられないんですけれども、えっと、大体どういうことをやってきたかというと、まあ、研究としてはですね、えー、惑星探査機、まあ水星とか、あの、金星小惑星とありますけれども、 そういう探査機に、えーまあ、観測装置を搭載して、ですね、まあ、自分が行く代わりに目をつけて、ですねそれで画像データを取って研究を進めると、まあ、そういうことを中心にやってきたということです。で、まあ、そういうことが、ですね、まあ最近あのまあ、これちょっと最近の話なんですけど、あのそれ装置を作ってです、ね、研究を進めてきたと、えー、よく頑張ってますねということで、最近あの、えーと、ここの、これですけど、えー、これか賞をあのもらっています。 でまあ、こういうことをあの書いたのはです、ね、まあ、立教大学ってあのそもそもあんまりまあ文系の大学だと思われていてです、ね、あのこういう研究をしているということはあまり知られてない、で立教の先生が話すって言って、あまり期待されてないとです、ね、なんか損した気分になるかもしれないんで、まあ、私、結構頑張ってる方なんだということをまずちょっと先にお伝えしておきたかったということです。はい、それではやぶさ2の話、少しあのまず紹介させていただきます。 小惑星リュウグウという名前、リュウグウという名前を付けたんですけれども、小惑星、これは大きさ1キロメートルの小惑星ですけれども、その探査のために2014年の12月に打ち上げられています。で、その後にですね、まあ、大体どういうことをやったかっていうと、2019年の2月、7月に表面に降り立ってですね、そのサンプル,、まあ、サンプルって言い方しますけど、まあ、要は砂粒とか石粒とかですね、そういうものを取っています。 で、取った後に、まあそこからまたちょっと時間かかってますが、2020年の12月にそれを地球に届けたということです。まあ大まかに言うと、こういう計画だったということです。で今はですね、このハイブサ2はサンプルを届けた後、地球を通り過ぎてですね、別の小惑星に向かっています。で、えっと、また一番下のところちょっと難しいことが書いてありますけど、小惑星リュウグウっていうのはですね、なんでそんなところに行ったかというと、 え、C 型というあ炭素を含む小惑星だというふうに見た目で思われてたわけですね。あの、見た目とか望遠鏡で観測して、え、染まられてたんですけれども、え、その分析から、えっと、水とか有機物ですね。まあ、人間の生命の元になる物質ですけれども、そういうものがありそうだっていうことは、まあ、わかっていたわけですね。で、そこを行って調べてみようと。まあ、後で言いますけど、実際あったということが、あの、成果なわけですけれども、え、まあ、そういう、え、目的を持って進めた計画です。 でこれ、えっと、まず、ですね、これ打ち上げ前にできたムーブンでですね、すいません、えっと、動画の再生はいこうかな、はいえっと。これもあの小惑星流、これ CG ですから、実際の形違うんですけれども、到着してからですね、えっと、到着って言ってもまだ着陸してなくて、まずは周りをよく調べて、ですね、どこに降りるか決めます。でこれ、えっと、目印のターゲットマーカーっていうボールなんですけど、これを目印のところに向けて落とします。ここなんか平らに見えますよね。 平らなところを見つけてそこに落として、なんかピカピカ光ってましたけど、そこの光を頼りに、この探査機が降りていって、ぐって縮んだときに弾丸を実は撃ってます。で、弾丸を撃って、その表面のものを巻き上げて、コーンの中の、この筒の中に入れて持って帰っているということですね。ちょっと早くてすみませんどんどんいきますね。で、これなんかもう一つ、なんか変な黄色いものを放り出しました。 でその後ですね、この黄色いのを放り出した後は、これが今の探査機ですね。そこをなんか追い越してですね、この、これ小惑星なんですけど、こっちの中、このゾーンに移動していきます。で、ポーンと爆発させたんですね。この爆破の破片が飛んできたら壊れると困るので、それで隠れてた。 で、こう爆発させて、なんか白っぽくなりましたね、えー。この地中の物質を取りたかったんですね。表面というのは太陽の光にずっとさらされているので、少し状態が変化しているとで。そうなってない地下のところにある物質をこうやって取りに行こうと。えー、そういうことをやったわけですね。えーまあ、やろうと思って作った CD ですね。で、2回目もこうやってちょんと行って帰ってくるという。えー でえっとですね、この CG がで,す、ね、できたときはです、ね、あの,、まあ、あの我々開発、もう本当に精やっねあやってです、ね、あのもうギリギリで、まあ、これで本当に打ち上げられるのかなっていう、まあ、プレッシャーとも戦いながらやってというときにです、ね、能天気に全部うまくいく CG ができてです、ね、こんなもの作って大丈夫かなと思ったんですけど、まあ、実はです、ね、これ、全部うまくいったっていうことなんですね。 で全部うまくいったんですが、えっと、先ほどすごい平らなところにあったんですけれども、えっと、実際にはですね、あんな平らなところはなかったです。そこが結構大変なところでした。打ち上げた後はですね。でこれはですね、えっと、その着陸の瞬間、1回目の着陸の瞬間を捉えた、えー、ビデオです。でえっと、さっきのですね、ターゲットマークーちょっと白くて、あの他にあんまりあの紛れて目立たないですけど、実はここにあります。えっと、 これを頼りにですね、この辺に降りるっていうのはある程度決めてたんですけど、体勢を整えるために少し止まってます。で、今、もう降りるって決めて探査機が降り始めました。これも地上から降りようって言ったんじゃなくて、探査機が自動的に判断して決めました。ここなら降りれるということですね。で近寄っていけば行くほどですね、全然平らじゃなくて、ものすごい大きな岩があって、これの本当にすぐ横。 ギリギリのところでよけたわけじゃなくて運がよかっただけです、えー。戻ってきたとで。なんか破片が巻き上がってますね。こういうのでですね、結構カメラが汚れたりとかですね、あのいろいろあんまりそこまで、えー、汚れと思ってなかったとかですね、いろいろ、えー、予測してなかった事態もありましたが、まあ、なんとか探査機は無事で、えー、戻ってきたということになります。でこのカメラはですね、実は寄付金で、えー、できたカメラでですね、 あのまあ、寄付金だからっていうわけじゃないですけど、まああの、そこまでお金もかけられなかったんで、ちょっと画質が荒いんですけど、えこちらの方が、えー、と私たちのチームですけど、まあ、科学観測用のカメラでですね、えー、とこれちょっと見ている向きが違うんです。これはもう真下を向いているんですけど、えーと、これを再生しましょうか。はい、もうちょっと画質がいいのがわ、まあ、かるかなと思いますこうもう。やっぱり全然平らに見えないところですね、えー、に、まあ、向かわなきゃいけなかったと。 でさっきのカメラはですね、なんていうか、自動で明るさを調整する機能があって、えーまあ、こっちもあの、えっと、調整できなくはないんですけど、あえてですね、えっと、カメラが汚れたことが分かるように、えー、そこの調整機能を使わずに、ね、表示していますあの。暗くなったのが分かると思います。で、えっと、でですね、えっと、これでですね、そのターゲットマーカーっていうのをちょっと使ったという話をしましたけれども、えっと、それに関してですね、えっと、いろんな。 宇宙人とかいう話に入る前にちょっと実験をやってみたいと思います。えー、この最初にですね、その平らなところを探して目印として下ろすとこれがピカピカって光ってますよね。このピカピカはですね、このボールにあの電池とかが入ってるわけじゃないんですね。えっと実は探査機の方にフラッシュがちょっとここ一瞬光ったんですけど、えっとついていてその光を頼りにあのやっているということです。 でなんですけど、えっと、小惑星の表面って結構明るくて、ですねあの、ちょっとやそっとの光では埋もれちゃって目印にならないんですね。で、えっと今日ですね、えーまあ、ちょっと先にこういう技術のちょっと紹介と実験をやってみたいんですけど、あのスマートフォンはあのマナーモードにしてくださいっていうふうにあのさっきアナウンスありましたけれども、えっと、今回ちょっと使ってみたいのであの、お手元にちょっと出していただいてですね、えっと、これですね、この、えっと、四角い。 私の手にあるこれ、ですね、えっと、これあの先ほどのターゲットマーカーとの表面と同じ、えー、なんか材質のものがあの貼ってあります。でこれちょ,っとちょっと角度が2枚いたします、ね、これをですねまずはえ書いてある通りですけど、えっと、フラッシュオフで撮れますかね、そういう設定ありますよね、ちょっと撮ってみてください。普通にちょっと見た目通り灰色の,あの画像が見えると思います。 でえっと次にですね一回取れたらえっとフラッシュを今度はオンにして、えー、バシッと取ってみてくださいあの変わり分かりますかねどうですかオってなりますねおってなりますねこれやってるとなんか記者会見みたいな感じになどうですか真っ白になってますよねこれあの完全に白飛びしていてあの iPhone とかですね調整して他のも見えるようになるんですけれどもこれかなり明るい光があの出ています。 でこれ別に電池も何もないですよね。でえっとついでにちょっとやってみると、えっとこれものすごい特殊ななんかもう宇宙専用のハエブサ専用の材質ではなくて、これ似たような材質でできたものがあります。これなんだか分かりますか。ちょっと遠いと分かりにくいですけど、あのムーミンっていうキャラですね。ムーミンってあの白いからこれ結構汚れたムーミンに見えるんですけど、さっきのようにですね、あのフラッシュつけてやってみるとちゃんと真っ白に見えます。ちょっとやっ。 これも似たような材質でできてるんですね。これ、えっと、フィンランドの空港で売ってたんですけど、えっと、これだから子供用のですね、実は安全道具、安全用の用品なんですね。というので、だんだんちょっとピンとくるかもしれませんが、えっと、じゃあちょっとそろそろ記者会見は終了します。<laughs> で、なんか不思議な物質ですね。あの鏡だったら、この左の方の、左方 えように反射をするまあちょっと物理っぽくなりましたね、えー、こう左上から来た光が右上の方に反射するっていうのが鏡ですねでこのターゲットマーカーのこの材質は不思議ですね、えー、皆さんがフラッシュで撮った時にそこに光が集中して戻るようにそういうふうにできてるっていう物質なわけですで、えー、とまあここでですねあのあそういうもんあるんだで終わってはまああのいけなくて、まあ、理科あるいは物理なんですけど、えー、ちゃんと理由をちょっと考えてみましょう これ、だから作った人がいるわけですよね。これ、どういうふうになっているかというと、結構あの細かい、えーまあ、複雑な構造ですね。実は、一見、ですねこのただの灰色の地図になりますけれども、これ、小さい粒々が実はついています。で、えっと、小さい粒々がついていて、こういう丸い粒ですね。で、半分、えっと、反射膜、これはある意味鏡です。が、まあ、球面上に貼ってあるということです。で、これ、そうするとですね。 鏡って来た光をこうやってさっきのように反射しますよね。で、えっとまあ、ちょっとここ難しいですけど、これレンズの法則と一緒で、こうやって曲がってると、えっと、光が屈折してちょっと曲がるんですね。で、反射して同じ方向に戻っていくと。これ上から来ても同じですね。上から来てもこういくし、今度ちょっとこっちの斜めから来てもこうやって帰っていくと。これがこの理屈です。でですね、これあの、えっと特殊なものではないと言いましたけど、まあ、こういうその安全グッズです。これだからあの 光が飛んできた方に光を返すというのは、例えば車だと、えーまあ、ランプがありますよね。で、運転手とランプが大体同じ位置にいるわけで、えー、車のライトから出た光がこのムーミンに当たると、そこに戻りやすいわけですね。だからこれをつけている子供がそこにいるということが分かると、えー、いうことです。で、これ、あのえー、っとそういう意味であの道路標識にも使われていてです、ね、これ、右と左で、えー、っと全然違うように見えますけど、これ、同じところを撮っていて、まあ、さっきのフラッシュオフとオンと一緒ですね。 えー、だからそういう反射板がないような状態だとあの全然見えないですけれどもこういう材質使っていると見るとだからまあ皆さんの身近なところにあるわけです。でなんかちょっとこれなんか偉そうな説教っぽいことを書いてるんですけど、まあ、大事なことはですねあの、まあ、勉強とかをあクラスルームって書いてあるんでなんですけど理科とかやってるとなんでこんなことやってるんだろうとなんか面倒くさいなって思う人たちも、まあ、いるかもしれませんけどあのなんですかねなんか公立第一でいくとですねあの 無駄なことって多いんですよねなんですけど、はやぶさ2を成功させるのに、こういう反射シートを使うべきっていうのは、教科書には書いてないわけですね。で、誰かが思いつかなきゃいけないんですけど、それはいろんなことを知ってるからこそ、まあ、そういういいアイデアが出るっていうことですね。だから、まあ、レールの上に沿ってすごくいってるんだったら、別にいいかもしれませんけど、なんか新しいことをやるっていうときには、無駄が必要っていうことで、まあ、無駄だと本当に,本当に無駄だと駄目なんですけど、幅広く知ってるってことは大事だと。 いうことですね、あともう一方言えばこういう理屈を知っていると,あの、えー、と道路標識に使っているものが探査機でも使えるんだってことは理屈さえ分かっていればあのそういうふうに思いつくわけですね。はい、まあなんかそういう、えー、ことで一、まあ、つちょっと持ち帰ってもらったらと思いました。でまあこういう技術を使ってですねやっています。で、えー、と先ほども言いましたけれども、えー、とここに写っていてですねこれ ほ、まあ、他よりちょっと白くて明るく見えるんですけど、これぐらいだと自動運転には不足なんですね、もっと明るくビカって光ってくれないといかなくて、えこれはあのフラッシュつけてない状態で撮っているものですね。で探査機は実際にはフラッシュを持っていて、えー、あのビカっていう光を頼りにそ、そちらに、えー、自分で誘導してですね、えー、降りていくという、そういう、えー、やり方をとりました。それでですねえー、っと えー、もう20分経っちゃいましたね、えー、とそろそろ配布撮影の話終わりにしようと思うんですけど、まあ、とにかくですねこれで、まあ、1回目実はうまくいきましたで、えー、とその時はですね、えーまあ、さっきのこの瞬間ですねは、えー、これぐらいその瞬間はもうちょっと少なかったかもしれませんが、えーまあ、その日にはですね、えー、関係者がこれだけ集まっていてですね単、えーまあえー、に関わっている人って言ったら多分これの10倍ぐらいもっといると思うんですけれども、えー、この場にみんな集まってそれをまあ あの見守りました見守ったんですけど、えっと、実はさっきのムービーはですねみんなあのムービー見ておおって思ったわけじゃなくてその場ででではあれ遅れないんんすすねね僕ららも後から見たんです、ねでえっと、実はですね、えー、この画像公開されてて誰も注目してないと思うんですけどここに実は、えー、みんなが見てた画面があってここなんかちょっともう拡大した方がよかったかもしれないですけど赤っぽい点がなんかこう線がこうつながっててこういうふうにちょっとずれてるところがありますよね。 この線がガクってずれたときは、えー、これがずれるっていうのは、探査機が上に戻ってきてるっていうことを示すあの情報なんですね。だからみんなですね、これ、あの点がピッピッピッってこういうふうに増えていくんですけど、それがくってきたときにみんなでわーってなったっていう、なんかちょっとなんか地味なんですけれど、あのまあ、大事な画像がこれだっていうことなんですね。で、その後であの画像を見て、え、こんなとこ行ったんだよく帰ってきたなっていう感じで、逆にそのときに肝を冷やした感じがしましたね。はい。 で、えっと、あんまり時間がないのに余計な話がまた増えるんですけど、えっと、実はですね、えっと、打ち上げの時にですね、あの、私ですね、こんな時、こんなことになりまして、あの、実はですね、あの、天気が悪くて、あの予定日からちょっと延期になったんですね。3日ぐらい遅れたんですけど、あの、その時に私は打ち上げの役割は何もなくって、あの、えっと、子供連れてですね、家族でですね、その種ヶ島まで行ってですね、見学しようと思っていたんですけれど、あの、まあ、延期になっちゃったと。 で我々も知るの関係者なんでちょっと早く来るんですけど20分ぐらいみんなより早くするんです知るんですけどまあどうしようもないですよねなのでああまあ残念だけど、まあ、天気悪いのに打ち上げられても困るなとは思ってたわけですでその、えっと、ビジターセンターみたいなところから出てきた時にあのテレビのカメラ持った人があの打ち上げあ遅れましたねって言われてなんか関係者ですとか自分で言うのも何なんでまあ別に聞かれなかったんであそうですねとか言ってたんですけどあのそれでですねあのまあでも 僕が結構頑張って作ったですね装置があの壊れたら困るんでもう自然にですねこういうセリフが、まあ、出てきたわけですねでこんなこと言う人他にいなかったんであの結局ですねなんかそ,そ,のその人に聞いたら、まあ、NHK のなんか鹿児島ローカルで、まあ、使うかどうかは分かんないですけどみたいなこと言われたんですけどあの結局全国ネットでですねあの見られてですね、まあ、関係者一同これを確認してもらったと、まあ、あの緊張をちょっと和らげるのには貢献したということがありました。 で、まあ実際ですね、こういうふうに、あの、ちゃんとですね、戻ってきてですね、画像を撮れたってなったらですね、ちゃんとこういうふうに名前をつけて、<laughs> あの取り上げてもらえるようになったわけですね。で、これの別の曲だったんですけど、最近ようやく NHK さんにもこうやって認識してもらえるようになりました。はい。で、えっと、まあこれでもう半分超えちゃってるんですけど、で、じゃあこれ何のためにちょっとやったかっていうのを、まあこれ、まあ、本格的な話はやっぱちょっと難しいんですけど、なるべく簡単にいきたいと思います。で、えっと、えー、 まあ太陽系っていうのはです、ね、あの水、金、地下、木と展開と。でえー、と8個の惑星ありますね。でえー、と月とか、ほかにも水星っていう、い、え、ろ、ー、んな天体あるんですけれども、えー、とこれはです、ねまあ、地球で私がカメラで撮った画像ですけど、海っていうのがあるのは地球だけです。特、え、に、ー、表面にってんです。地下にあるってうかもしれないって言われてる天体あるんですけど、表面にあるのはもう地球だけです。あの間違いないですね。で、ここでえっとクイズです。えーと ここに書いてあるとりですけど、えっと、地球の海の質量、まあ、質量ってちょっと難しい、重さです、ね、はえ地球全体の重さの何%、パーセント割合どれぐらいでしょうかという問題です。えっと、一番近いのはどれかというので、ちょっとあの後で手を挙げてもらおうと思います、えっとこ。この中に答えはないんですけど、一番近い数字をちょっと答えてもらうということですね。はい、でじゃあ、まず、えっと、一番だと思う70%だと思う人、どうですか手を挙げてください。<laughs> はい、半分ぐらいの人が70%ですかね。はいいじゃあ,ありがとうございますじゃ <laughs> 次、えっと、2番、70%、えー、地球の、えー、と海、表面を7割覆ってるっていうわけですよね。で,でももう、えーと、これが正解かっていうと実は違うんですね。でも2、3、4の人いってみましょう。えー、とじゃあ2番の7%だと思う人、どうでしょうか。ちょっといますかね。はい じゃあすみませんがどんどんいきますね。あしまった。丸をつけた。<laughs> ああおっしゃったね。すみません。三三と読で迷ってた人はでも得したと思ってもらえばいいんですかね。はい。あの正解はですねこんな量なんですね。えっ、ー、とさっきの海の七割っていう話もあったんですけれども、えっ、ー、と海はですねあの表面にあるんですけれども、えっ、ー、と太平洋でも深さはだいたい三キロとか四キロぐらいですね三千メーター四千メーターぐらいです。 で地球の大きさっていうのはここからここは1万キロ以上ありますでそれに対して3キロか4キロって本当に薄いんですねでこれはもちろん CG なんですけど地球の表面にある湖とか海の水を全部集めて水滴にしたらどういう大きさになるかっていうのを示したものですでこういう量なんで実はですね地球っていうのは本当にまに海の惑星とか言われてますけど実際にはもうほとんど岩でちょっとだけ水があると。 そういうい惑星なんですねでもこの水があるっていうので、えー、全然他の惑星と違って、えー、生き物ができてですね、えー、まあここにある飲み物とかもできてますし、まあ、こういう建物があるっていうのもまあこういう惑星あのここだけだと、えー、いうことですね。はいえー、とすいませんクイズを 失敗しましままたたがもうちょっとたと行きいい思でどうやって地球がそういう地球ができたかっていうことをすごく簡単にいきますけれどももともとですね今これ太陽系のこれ実際ちょっとなんか大きさとかちょっと違うんですけれども太陽があって周りに惑星があります。で元はどうだったかっていうと太陽ができたての時はですねもっとちっちゃい物質があった状態ガスとかですね塵とかが最初はあって。 でえっと、地球に、あ、えー、地球じゃない、太陽に近いところはですね、こんなふうに岩とかばっかりで、えー、遠くの方になるとあの氷があると。氷ってあの宇宙空間で基本的にはもう気体になっちゃう、ガスになっちゃうんですね、水蒸気になっちゃうんですけど、遠くに行けば冷たいんで、えっと、氷の状態でとどまれるんですね。で、そういう物質は遠くにあると。で、内側はあんまり氷がないと、えー、そういう状態になってる。で、えっとまあ、これあの、誰かが見たわけじゃなくて、今ですね、この太陽系の中心の方にある地球とか、 星は岩ばっかりで、で遠くくの方には氷たくさんんあるんですね。だからまあこういうふうに考えられてるっていうことです。でそうするとあんま地球ってです、ね、あんま水がないはずなんですね。でまあ、実際ないわけです。でもちょっとあるんですけど、実際ないわけです。で、えっと、地球はです、ねまあ、こういう画像なんか NHK スペシャルとかでもいろいろありそうですけれども、いろんな物質がです、ね、こう集まってきて、衝突でぶつかって固、ま、重力で,です、ね、固まってできたとえー、ふうに言われてるわけです。 でえー、その時にまあ水がゼロだったら地球みたいにあ,の、まあ僕らの飲み物もないわけですけれども、えーまあ、あると。でそれはじゃあど何であるのかっていうところが、まあ、あの何で人間が生まれたのかっていうところにも関わるわけですよね。で、えっと、その時にですね、えっと、今ですねあの空を見てやると、えー、小惑星っていうのがあって地球の近く割と近くに実はいるんですね、えー、天体があってで、えー、なんか黒っぽいんで炭素を含んでるように見えると。 えーいうまあ、そういうい予測まで、あるわけですねで、えー、きっとですね、えー、とこれ、ほ他にも隕石が地球に落ちてきてて、だどこから来てるか分かんないんですけど、これと似たような隕石たくさんあってですね、でそういうものには有機物とか、あのそれこそアミノ酸とかですね、いうのもあるし、水も含まれてるんですね。そういうのが地球に落ちてきてて、それがこういう、その元はこの小惑星なのかっていうのが、まあ、ちゃんとは分かってなかったんで、えー、そこに行ってですね、えー、取ってですね、 カプセルにしまって持って帰ろうっていうそういう計画なんですでこういう星から隕石で落ちてきてるんですけどあの隕石の問題点は岩の分析はいいんですけど含まれている水とかですね有機物は地球にたくさんあるんで汚染されちゃうわけですねあの地球大気に触れちゃうとでだからなんかアミノ酸があるっていってもそれ地球で入ったんじゃないのって言われたら困っちゃうわけですねで今回はもうこれはもう間違いないわけですもう宇宙で取って真空状態で保管してですね地球で分析したとこれはもう間違いない そういうことになったわけですねあ。なったって言っちゃいましたけど、まあ、そのはまは、まあ、でも多分そうだとみんな思ってたんですけど、今回確認できたっていうことになります。えっとまあ、帰ってくる時のまの、あ、画像だけちょっと、えー、紹介していこうと思うんですけど、えっと、探査機がですねもう地球に戻ってきて、カプセルを切り離してですね、でえっと、それがですね、まあ、空気抵抗を受けて、加熱されて、えーまあ、明るく輝いて落ちてきてます。これ、だから流れ星みたいに、まあ、見えたんですね。 まあえーまあ、人間、ちゃんと大したもんで,で、すね、えー、計,算上計算でこの辺通るだろうというところにカメラを向けておいて、しっかり通ってきたんで、まあ、だいぶうまくいったわけですね。で、えっと、夜が明けてからですね、えっと、これ探しに行ってです、ね、でここから実は電波出てるんですけど、えー、本当にここにあるかどうかっていうのは分からないんで、ヘリコプターで目視で見つけてるんですけど、えー、このパラシュートがあるのが見つかったと。 でえっと、このカプセル、まああの、これで大きさ分かりますよね、まあ、こんなもんですね、まあ、炊飯器よりちっちゃいぐらいとかね、えー、それぐらいのもんです。で、これをその場で、えー、保管してあの、もちろんこの中がもうそもそも真空でパックされてるんですけれども、えー、念のためいろいろくるんでですね、えー、これでその日のうちに、えー、羽田空港まで持ってきて、えー、相模原の宇宙科学研究所に持ってきて開けたと。 それで出てきたのが、えー、この黒い砂粒ですね。もしかしたら写真とかご覧になった方いらっしゃるかもしれませんが、まあ、あの一見なんてことはないあの黒っぽい粒なわけですけれども、えーまあ、これまでの話を聞いていただいた方が分かるように、まあ、なかなか地球では得られないとても貴重な砂粒だということですね。それででもうですね、えっと、分析は、えー もうだいぶですね初期分析っていうのは完了していて、まあ、いろんなことあの分かっているんですけれども、まあつ一つ面白かったのものを挙げるとですね、えっと、粒をですねすねごいちゃんと分析してこれ10ミクロンですからもう本当にちっちゃい粒ですけれどもその粒の中にですね、えっと、空洞があるっていうのが分かりましたあの、えっと、開けないでですね外からエクセンとかを使って分析して空洞があるとで、えっと、これ実際に空洞じゃなくて液体が詰まってたっていうことが <laughs>、まあ後から分かります でそこには液体の水とか有機物っていうのがこの中に入ってたということですね。これ地球でやるとなかなかやっぱり入り込んだんじゃないかってなっちゃうんですけど、これはもう確実に宇宙にある状態からこうなってたっていうことが分かったわけですね。で、まあ、こういうふうにですね、その水だけじゃなくて二酸化炭素が入ってるっていうのは、あのかなり遠くですね、氷よりドライアイスの方がすぐガスになっちゃうわけですドライアイスの方が冷たいですよね。ってことは、え 太陽から見てですね、これがまあ水が凍る、えー、距離こっちが二酸化炭素が凍る距離とかそういう考えなんですけど、えー、このリュグっていう小惑星はすごいかなり遠くでできたものが地球の方までやってきたんだとだ太陽系ってもう物質がいろいろ移動してたんだなと考えると水とかそういうものがちょっとだったらこういう遠いところから地球の方に来てもおかしくないよねっていうことがまあだいぶ確実になってきたということですね。えー、っとちょっっと時間がなくなってきました。 はい、えっとあでまあ、これはです、ねえっと今日立教大の人たちもいるかもしれないんですけど、あの立教大がですね、あ,のあまりにこういう宣伝能力がないんで、一応、あのお伝えさせていただきますと、えっと、この「はよさ2」のですね、成果の出られた画像って、ですね、ここにあるカメラですね、この装置で、まあ、9割ぐらいは撮られてますね、でその開発の最終日ですね、えっと、残った人たちですけど、赤い丸してるのがうちの研究室の学生たちです、これ、私ですけどね。 半分ぐらい立教大の人たちが頑張ったって、本当は言ってもいいかなと思うんですけども、なかなか宣伝ができていないという、まあ、残念なところですけど、う、ま、ち、あ、でそういうふうにやってきたということですね。で、えっと今日ですねあの、机のところにあのシールあると思うんですけれども、えっと、一つははやぶさ2のシールと、もう一つ、このアルファベットで MMX と書いてあるわけですけれども、これがですね、えっと、来年の打ち上げを目標に、まあ、今、作っているところです。 これもですね、カメラを私が担当してて、今、あの結構てんてこまいなんですけれども、あの来年の打ち上げを目指して頑張っているところです。まあ、今日ちょっとあの省きますけど、まあ、あの目標としてはその火星の月っていうのが、えー、またやっぱりこれがですね、その黒っぽい小惑星っぽいやつでですねで、そこの物質を持って帰ろうということですね。ちょっと違いをちゃんと説明したいんですけど、今日はちょっと省きたいと思います。 でもですねまあ、火星もです、ね、昔海があったと思われていて、えー、でも今ないですねでその地球との差は何なのかっていうところをまあ調べる、まあ、そんな感じの受けるけで,、ね、でえっ、ー、と宇宙にはですね今あの、えー、その太陽みたいに自分で光を出す星っていうのがたくさんあるとまあ,あの空を眺めて天の川とかあの山奥行ったら見たりすると思うんですけどあれでも星でできてるわけですね。 でえっと、でその星にです、ねえっと、惑星があるかどうかっていうのは長らく分かってなかったんですけど、まあ、30年ぐらい前ですかね初めて太陽以外のそういう星の周りを回る惑星っていうのが見つかってます、まあ、30年未満ですけどもで今何個見つかってるかっていうことですねで、えっとまあ、これもちょっとクイズ形式にすると時間がないんでパッといきますけれどもどれくらいかというとです、ねえっと、今もう5000個あるんですね <laughs> 30年ぐらい前までは太陽系の8個に1個追加で見つかったってところなんですけど今2023年の段階では5,500ぐらいになっているということです。たもうた惑星たくさんんあるんですねでその中でもですね特に注目されているのが、えーとえー、とその星の太陽の名前トラピスト1という名前が付いてるんですけれども、えー、とそこの周りにはですね地球と同じぐらいの大きさの惑星が7個あるっていうことが分かっています。 でただあの太陽系と全然違うところがあってです、ねえーと、これ、あのこちら太陽系で水あすみません、英語で書いてありますけど、水星金星地球火星です、ね、なんですけど、この7つの惑星は、ちょっと見にくいですけど、これぐらいの領域に集まってます。すごい小さい惑星系なんですね。だから、太陽系ってあのあ、なんですかね、えー、どの星もです、ね、太陽系みたいなわけではないんですよね。えー、ということが、もうあの観測で分かってきたということになります。 でですねこのトラピスト1っていうところでこれあの惑星の、えー、なんか画像がありますけどこれあのイメージ図なんですね、えっと、実際には海があるかどうかは分かりません海があってもおかしくなさそうってあの距離がちょうどいいからあのそう書かれてるんですけど本当は分かりませんただ実は大きさしか分かってないんですねなんですけどこういうところは、まあ、生き物がですねこれもあの数十億年経ってる惑星ですから、まあ、もしかしたら生き物とかいるかもしれないですね でえっとまあ、それを調べに行くと、えー、考えるときにですね、えー、どれぐらいかかるかっていうのをちょっと、えー、考えてみたいと思いますで。トラピスト1っていうのは、えー、この太陽系からの距離が40光年となってます。1光年っていう単位、なじみないと思いますけど、光の速さで1年かかるのが1光年ですね。で、えー、光の速さでは40年かかる距離にあります。これかなり実は近いところなんですけど、ここに行くのにどれぐらいかかるかっていうのをちょっと考えてみたいと思います。えー 小学校でもできるのかな、えー。今の探査機の速度は1秒間に30キロ進むというとき、まあ、で300キロまでまあ速くなるかもしれませんね。まあ、今は全然そんな見込みないんですけど、そのときに、えー、どれぐらいかかるかっていうのを考えていますね。で、光の速さは1秒で30万キロメートル進みます。じゃあ、これどうなるでしょうかというとですね。えー もうちょっと考えてもらった方がいいかもしれませんが、時間不足なので進めちゃいますと、えー、こうなります。えー、っと秒速 30km だったら、光の速さの1万分の1ですね。で、光の速さで40年かかる。40年の1万倍は40万年ですね。だから、一番近くて地球,ありそう地球みたいなのがありそうだっていうところに、実は40万年かかります。でもし10倍速くなっても、だから4万年かかるということですね。 で4万年で行ける見込みすら今ないということです。で、えっと、さらにですね、えっと、銀河っていうのはものすごい,い我々我々、太陽はです、ね、この天の川銀河というところの、まあ、端っこってほどじゃないですけど、端と中心の間ぐらいのところに、えー、あこれ、英語、日本語ちょっと書いておきけす、これ、太陽ですね、があるわけですね。 で今、5500個ぐらい見つかっているって言いましたけど、あまずです、ね、この銀河の大きさ、ここに書いてありますけど、端から端で10万光年です、光の速さで10万年かかるって、探査機で何年とか言わないようにしますけど、とんでもない広さです。で、えっと、惑星がです、ね、あのどれぐらいあるかって5000個って言いましたけど、そのうちの2、3000個はです、ね、このちっちゃい水色の領域の観測で見つかってます。 だから惑星も銀河でいったらものすごい数あるっていうのはもう想像されるんですけど今見れるのがまだここまでっていうことなんですね。でまあとにかくでさっきのトラピスト1なんてもこの丸よりずっと小さいところもうほんに近所のところにあるわけです。でさらにですね、えー、とこれ宇宙全体のイメージですね遠くまで行くと,、えー、と百数十億光年になるんですけどこれなんか粒々がたくさんいますけど、えー、とこの一個一個がさっきのこの 銀河になりますでこれぐらいですね宇宙ってなんかとんでもないものなわけですね。で、まあ、銀河には数千億ぐらいの星があってそれがさらに宇宙全体には数千億あるっていう、まあ、そんな状態です。でちょっと地球に、えー、と戻ってきますけどまあもうちょっとそれ遠くの方はちょっとしょうもないので、まあ、一番近いところだけでもまずあの自分たちで考えてみるという、えー、ことにしますがこの数万年ぐらい経つと。 数万年でいけるっていう話ですけどね、数万年ってまあ地球はまだ存在できるのかっていうとこちょっと気になりますね地球を大事にしなきゃいけないとまあ言われているわけです。で、えっと、じゃあ地球はですね、いつまで持つのかっていうと、ですね、えっと、地球はもうかなり持ちます。あのまあ、人間がですね、いくらあの二酸化炭素を使っても、ですね地球がパカッと割れて壊れることはないですね。で、えっと、ただですね、あの人間は住みにくくなるというのは結構簡単に起きます。だからあの地球を大事にっていうのは、人間のために大事になんですね。でえっと でまあ、これ絶対起きるって分かってるのは太陽実はだん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 明るくなってるのでえエネルギーがどんどん増えてるんでえ10億年ぐらいになると水がもう干上がるとそんな感じになると、まあ、10億年って結構長いんであんまり気にしなくてよさそうですねでえっともう23分で終わらせますねでえっとでここから2つですねちょっと難しそうなグラフを書きますけどあのそ,そんなに難しいことを言うわけじゃないんですけどこれ地球のですね 何億年前に酸素がどれぐらいあったかっていうことを示す図ですであんま細かいことは言いませんけど、まあ、昔酸素全然なかったんですね地球は今酸素があるから人間こうやって呼吸ができるんですけれど今の状態に近くなったのは実は5億年前です地球ができてからまあ約46億年と言われてますけれどもそのうちのまだ人間がこうやって生きていられるような状態になっているのはまだ一部なわけですねでまあこの時にですね非常にあの生命が発達,し発達してきてですね これより前はそもそも微生物みたいな生き物しかいなくて今の、えーまあ、目に見えるような生物ができたのは5億年ぐらい前といふうに言われていますで。もう一つあの二酸化炭素ですね。まあ、これはよく最近話題になってるんですけど、えー、温暖化に関係する話ですね。でえっと、二酸化炭素はです、ねえっと、今この図かなり見にくいんですけれどもこれ2000年ぐらいのレベルで、えー、ぐっと今増えてるところですね。 でえー、これはですね、この二酸化炭素が増えているのは、さかのぼってみるとこう、二酸化炭素って結構減ったり増えたりしてるんですね。これ、かなり前ですけどね、これぐらい前ですなんですけど、えー、この辺、ずっと安定してきたところがぐって上がっている。これはもうあの人間のせいだっていうのはあのほぼ確実です。二酸化炭素が増えていること自体はもう人間のせいなんですね、っ、ねえー、とそれと二酸化炭素が増えてたときに、これあそうです、ね、先に言うと、今増えてるんですけど、 地球のですね何千万年前ってもっと多かった時はありますでだから大丈夫っていうわけじゃなくてその時はものすごい暑くって、えー、と南極に、えー、とその熱帯にいるワニが住んでたとかあのそういうレベルまで温度が上がったというふうにはあの、まあ、そういうことがあったってことですねでも地球ってまあそこから実は戻す機能っていうのがあるわけですねだから、えー、だから大丈夫って思ったらちょっと早すぎで、えー、これ人工的に増やしてるのは初めてな地球の歴史で初めてなんですね そういうことが起きたときにちゃんと戻せるかどうかっていうのは分からないんですで。だからあの、何ですかね、今やっぱり何とも言えないんですけど、まあ、危険な状態なのかもしれないしえ、そうじゃないかもしれません。でもそれはやっぱりまだ研究をしないと分からない状態になっているということですね。で、分からないのに使い続けて、ああ、後とでだめだったなってなったら、まあ、まずいんで、まあ、今、何とかしようってみんな思ってるわけですね。で、えっと。 であとですね、えーまあ、生命の進化って書いてありますけれどもあとその数万年っていうのはですね、えーしかりかかえー、それぐらいかかると、えー、いけるわけですけれどもじゃあ寿命がそれぐらいに人間になるかっていうと、えー、なかなか多分そうはならないとっていうかそうならない方がいいというあの考え方があると思いますでこれ生命って進化していく必要があってで地球って結構さっきみたいに気候変動が大きいんですねでそういうので、えー、あの進化がですね、まあ、駆動されるわけですね でそうすするとですね、なんか気候変動に対して寿命が長すすぎると進化でできないんですねあの。寿命が短いやつの方がどんどん新しいものが生まれやすいのでなのであの、まあ、あの人間の寿命は大体100年ぐらいであの、まあ、100年ぐらいで死んじゃうと残念だなって思うところもあるわけですけれども、まあ、だからこそあのいろんなことに適応できて人間は進化できると、えーまあ、そういうところがあります。 えーまあ、結局ですね、じゃあその数万年後ぐらいに隣、た,たかが隣ですね、惑星に行けるか、でえー、と隣の銀河っていうのは、えー、もっととんでもない距離にあるんですけど、まあ、いつか行くかもしれないですね。で、まあそ,そこまで行けるかっていうのは、まあ、まだ分からないわけですね。で、ただ行くためにはですね、これ人類がこれぐらい続いてないと、えー、人類の、えー、存続してないといけないということなわけですね。それはもう確実です。でえーとそのえーと でまあ、僕はちょっと宇宙のことに興味があるんでそのために人類が長生きしているといいなって思うわけですけど、まあ、それはちょっと一般的かどうかわからないですねでも皆さんもなん,かなんとなく長生きしたいと思っていてで長生きしたいどころかあの最近はだから地球のことを大事にしようとしてるわけですよね自分が生きてる間は多分大丈夫なんですけどみんな,なんかあの後のことを考えようとしているとそれ何のためかわかんないですけど僕はなんかみんな実は宇宙に行きたいんじゃないかなと思うんですけどなぜかそういうふうに思う気持ちがだんだん芽生えてるわけですね これ、えっと、宇宙が広すぎるから、えっと、まだ人間はまだ野蛮な状態だったのがだんだん進化して宇宙に値する存在になっていくというのが、まあ、あの意識としてあるのかもしれないなと思うんですけど、まあ、あのここら辺は、まあ、僕はあんまり専門じゃないんであの皆さんと一緒に考えていければいいかなと思います。えっということで、えっと、ちょっと超過しましたが、えっと、こういう、えーえーえー、疑問を挙げてみましたけれども、えっとまあ、正解は実はわからない。 今は分からないんですけど、まあ、特に上2つはまあ私から言わせると、まあ、あれだけ数がいるんだから、多分いると思うんですねで。地球みたいな星も多分いるんですけど、遠すぎるんで、何しろもう確認できないと。でそうすると、長生きしていかないと、宇宙のことを考えられる宇宙人になれないということですね。で下の方は、ああ皆さんも一緒に考えてもらえればと思います。ということで、ちょっと長くなりましたが、私の話以上にしたいと思います。どうもありがとうございました。 えっと今回ですね私がのモデレーターをまあ務めることになっているのはあの宇宙と芸術展っていう展覧会を実は企画したことがありましてその流れであの担当させていただいてるんですけれどもまずですねちょっとあの宮永さん宮永愛子さんがあのワールドクラスルーム展皆さん見てきてくださってるのかなと思いますけれどもどんな活動をされているのかっていうのをちょっと 宮永さんご自身からあのお話いただいてから、あのディスカッションに入れたらと思っています。初めまして。宮永愛子です。今日はよろしくお願いします。あ、お話ありがとうございました。なんか興味深くてはあって、あまりにも遠い話だから、なんか自分の手、ね、なんか制作している。毎日の日々と全然違う時間が流れました。あの私はその今ワールドクラスルームで。 展示させてもらっている素材にナフタリンという素材を使っています。でま皆さんが、まあ、その素材、まあ、どんなものなのかわからないかもしれないし、初めて皆さんにお会いするかなと思ったので、えー、素材についていくつかお話しできたらと思います。とまあ、展覧会見ていただいた方はあのご覧になられたかもしれないんだけど、その白いあの結晶のこういうものがあったかと思うんですけど、それはナフタリンという素材で、 あのできていますでちょっと、まあ、お見受けする感じ、まあ、大学生も多いし、えー、学生さんだったらねあの防虫剤とか言ってもちょっとそれも見たこともないし匂いも嗅いだことないから全然イメージ湧かないっていう方もいらっしゃるかなとは思うんですけど、えっと、ナフタリンっていう素材はもともとは、まあ、防虫剤とかあとはね、えっと、昆虫採集の時に一緒に入れたりとか。 あとは、あの、お掃除するときに、例えば畳の生活とかだったらね、畳の下に巻いておいたりすることとかがあるらしいです。で、私が、あの、大学生のときに初めて見た様子っていう状態は、本当にこの丸いものが袋に入ったっていう状態で初めて見たんですけど、その素材を初めて見たときに、えー、これね、衣替えするときに入れとくんですよ。で、6ヶ月ぐらいして、 衣替えするでしょ洋服新しい季節,あの季節を迎えるそうすると袋だけになっていて中身っていうのはねなくなっているんですでもただべちゃっとなってないっていうのではなくて袋の中にこの2個があったような感じを袋の隅っこにこう形として残しながらでも中はないっていう状態になっているのを まあ、大学生の時に母と衣替えしてみててあこれでもしも彫刻を作ったら、えー、消えてなくなる作品が作れるそれは彫刻という、まあ、ものを作り出す削る、えー、と粘土で作るとかいう彫刻の話の中では珍しいものなのではないかと思って初めて挑戦しました。 それはちょうど皆さん大学生だったらまあ同じぐらいの頃初めて出会いました。でまあその後じゃあそれで作ってみると、えー、こういうふうに作品というのが変わっていくと。でも私自身はこれを映像にとって、えー、こういう始まりでこういうふうな形に変わっていくんですよっていうふうには見せていません。でそれはなぜかというとやっぱりあの 映像で見てしまうとただ5分目の前にいればその回っていくのが見える。で、私が思いたい、こう伝えたいことっていうのはもっとそれ以上の時間の話とかそういうことを伝えたいと思っているので今のところそれを映像であのお見せするようにしていたりとかえー、っと、写真でそれを捉えて連続でとかいうふうにしては今は見せていません。 ただなんかその、えっ、ー、と、あまりにもいろんなことが早く過ぎる世の中で、いろいろなことが通り過ぎる世の中で、まあ、こういう一度しかないことっていうことに、あの、改めて立ち止まるような機会が得られるような作品作りしたいなと思って、まあ、うんと、自分自身も一番最初展示しているときは、やっぱり、うんと、 ちょっと舞台っぽいっていうか展覧会の回期にどうやって見せるような風にしたいのかとかいう風なまあその宇宙のさっきのすごい長いスケールの話で言ったら展覧会の会期なんてあの本当ちょっとしたあ,のあれですけれどもでもそういう中でどういう風にしたらいいのかなとか考えていたんですけどあの最近はそれをもう少し別の時間のサイクルで。 まあもうちょっと長い時間でどういうふうにしたらいいかとか、どんなふうに見せていったらいいかみたいなことも考えています。で、えっと、つまりさっきの結晶になっていくっていうものと、中にあるものの作品っていうのは、まあ質量保存の法則ってそんなの堅苦しいことではないですけど、変わりながらあり続けてるっていうことなので、ケースの中で、うん、変化しているんですけれども、 その彫刻自身が消えてなくなっているのではなくて、周りに結晶が成長していって、あの、増えていってるというか、んあ変わっていない。うん、でも、すごくバランスをとりながら作品の中で変化している。でも、まあ、言ったらそれはちょっと地球にっていうか、まあ、生物の生活と似ているような感じで、あの、私の作品の全てに、 つながっててる話としてはやっぱり変わりながらあるっていうことでほ本当に微妙なバランスをとって今があるでもそれは明日のまた変わるかもしれないんだけどそういう変化の予兆でもあるみたいななんかもしかしたらそういうような話っていうのはなんていうのかなそんなちょっと壮大な宇宙とつないであれだけれどでもそういうこととつながるような思考になればいいなとかは思っています。 まあそんな感じです宮永さんはあのあるアルマ電波望遠鏡って地理にあるすごくあの新宇宙って言われる宇宙の始まりをあの観測しているようなあのまあ望遠鏡を見に行ってらっしゃるんですよね。これ,これがそのアルマ望遠鏡のところですけどこれは地理のアタカマ砂漠にある5 0 0 0ル山の上にある電波望遠鏡の場所。 あのこれ私ですけど、なんかそこで作品を置いてみるっていうのをやりたくて、<laughs> 5000メートルの山の上に行きたいって言って、行かせていただいたんですけど、ここは66体の電波望遠鏡があって、そこから宇宙の始まりを探してる。いろんな観測をやってるんですけど、<laughs> 宇宙の始まりから、さっきの惑星がどうできるかっていうところとか、いろんなことに使われて いや本当びっくりした、まあ、何が興味深いってその人間の何知りたいとか、うん、あのもっと知りたいっていうよ、まあ、欲っていうか探求心によって <laughs> あの5 0 0 0ルの山の上って水もないしもちろん電気もないし何もないんだけどそこに電気を通し水を通して人がなんかこう仮説で暮らして。 66体の望遠鏡をあの何日本チームとか,あのなんか外国のチームって世界の開発でやっててその望遠鏡で見るとそこから大阪に落ちてる一円玉が見えるっていう教えてもらいました本当、まあ、実際には地球丸いんで見えないんですけど <laughs> <laughs> まあでも性能的にはそれぐらいあるってことですかね。 で、なんかそ、そこに行ったことがあります。ちょっと宇宙茶会の、茶会の、あの、あれじゃないですけど。いいそれが先に出ちゃった。はい。<laughs> コンセントだと、もう、木とかもないですね。植物のほとんど、多分ない。ようなとこですよね。うんうん、かなり。その、なんか、人間の。心意気って、もう、どんなものなのかなと思って、それをどうしても。近くで見てみたくて。うん、あの。なんか、依頼してね、行っちゃったんですよ。 空はすごい綺麗ですよね。はい。はい、いや、それが理由なんですそれが理由なんですよね。はい、なんか、うんうん、あの、地理一つない空の場所にしか天文台で,できないみたいな。うんうん、宇宙っていうと、やっぱり私たち普通に生活してると、すごく遠いし、えー、宇宙って言ってるもう先からもう心が届かないぐらい、派てな感じがして、 自分がついていかない。まあちょっとわからないかもしれないんだけど、いつも宇宙のこと考えてる人。<laughs> でも私たち生活してる中で、宇宙って響きだけで、なんか素敵な気がしたりとか、うん、すごく遠いって感じがするんだけど、でも、あの、振り返って想像すると、別に自分の中にも宇宙があるしまあ例えば、 ここにも宇宙があるしってどこにでも本当はあることなんですけどそういう見方をするチャンスがなければなかなかそういうことって考える機会がないかなと思っていてうん、うん、で私はその,あのお,お茶会をしたいってお茶会の作品を新作として発表したいっていうふうに提案した時はやっぱりあの近くにあるようでないことで。 全然ないと思ってたたらすごく近く近にありましたみたいななんかそういうことをやりたいなと思ったんです普通は作品っていうのは例えば美術館に来て作品を見て鑑賞してお話聞いてみたいな感じですけどそのお茶会は誰にも会わない普通お茶会っていうとなんかこういろいろ始まりがあってどういう流れってあるんですけど12時間 やってるのでいつでもアクセスしてていいいよっていう割とフレキシブルな感じにして自分で時間を選べるっていう風にしたんですでなんかこう自分で選べることを多くしたお茶会でなんかこう最近ってなんだろうもういろいろな情報が向こうからやってきてくれて少し検索するとたくさん教えてくれるじゃないですかでも知りたいっていう気持ちで自分でやっぱり選んでいかないと。 ななんかこうけちょっと多分皆さん参加されてないのでざ <laughs> っくりお話ししてもいいですがこれエルメスのフォーラムで展示されていたグループ展に出されていたものと関連づけて行われたということで参加したい人には封筒でまずあの近くのなんか葉っぱとかをあのどこかからね <laughs> その 取ってきてくださいってくるんですね。で、それで私も近所の公園にあった葉っぱとかを押しているのを入れて。送るんですよ。うう葉,普通の葉っぱで,いいんです、ね。普通の葉っぱでいいんですけど、んんどこどこ,どこのにあるの。それを送ると、また、その、えっと、参加する日の一週間前、ちょっと前かな。にお菓子と、お菓子が送られてくるんです。お菓子と、あとなんかウェブサイトの。その、ここにアクセスしてくださいみたいなのが送られてきて、で、それにアクセスすると。 京,京都大学がやってるかな火山天文台という京都にあるあの天文台から見える太陽のその時の観測されてるその,あの映像が見えるんですよで。それを見ながら自分でお茶を立てていただいたお菓子しかもそのお菓子もちょっと惑星風のしつらえというかそういうちょっとね岩みたいな感じのもので,でそれを見ながら宇宙に思いを馳せてお茶を飲むと一人で飲むとそういうもので。 いいですかいいです,いいです <laughs> なんかあんまり言葉にしちゃうとあれだけど <laughs> い,い,いいですでもなんか <laughs> 結局はねなんかこういろいろなたくさんでみんないるねっていくらいるねいるねって言ったって結局一人だなっていう、うん、な <laughs> でなんかこうそういうことはやりたかったのなんか、うん、結局いつだってそうだと思うんですけど、うん、いるねってみんなで、ね、やったねとかあれなんだけど、うん、なんかこうそのお茶会も、うん、そのどこかにつながるって言ったらワクワクするじゃないですか何かが始まるって言ったら。 でも結局それを自分に向き合って自分で選んで,で自分が参加しようと思ってこう葉っぱを集めたりあれこれするっていう行為がまあその参加する自身の気持ちをも高めるしあの自分でその意識を選んでいるそのこの,このまあ宇宙の中でっていうなんかそういうようなことをやりたかったっていう。ういやす,ごすごくあの <laughs> 面白い。 ちょっと分かりづらいね,あ<の>あのねマニアな人にしか受けないかもしれないちょっと回なんですけど <laughs> でもなんかアートの形っていろんな形があってもいいなっていうふうに思ってるので、うん、あ,のあまり固執しないでいろんな取り組みやりたいなと思って今そんなことやってます。 どうやってざっくりと亀田さんはやっぱりだから科学的な手法で宇宙の実際の探索をされていて宮永さんはどちらかというとこう想像力で宇宙に思いを馳せるみたいなことをされているのかなと大変ざっくりですがそんなふうに思いますが、あ。のー 私宇宙と芸術展っていうのをやった時に本当にこの宇宙人として地球で長生きするって本当にすごくよく分かるんですね私自身としても。本当に地球みたいなところは他になかなかないしなかなか今おっしゃった一番近いところでもねあの40光年かかるっていうだから地球で長生きするってあすごい分かるなって思ったんですけどその辺を何でしょうねあのそれって やっぱりそういうことで思われたんですか地球このタイトルなんですけども宇宙人としてそうですねまあなんかあんまり <laughs> いいタイトルだったかどうかって、はいまだにちょっと自信がないんですけどまあやっぱりあのえっ、ー、とまあ今やっぱりその地球を大事にするというか、うん、その二酸化炭素問題が一番有名ですけどあのそういう意識が変わってきたっていうのがなんでかっていうのはあの ちょっっと興味があって、うんでまあ、宇宙の研究やってる身からすると、そういうふうにあの地球を大事にというか地球で人類が長生きするっていうのはいろんなことがそれで分かっていく方向なんですよね。うん、でも、なんでそもそも生きてなきゃいけないんでしょうねっていうのってなんか答えが多分ないと思うんですけど、うん、なんか目標があるんだろうなと思っていて、まあなんでしょうね、例えば、まあ、宇宙の,その研究なんて、なんかそそ 近くでなんか人が倒れてても助けることにもならない。そういう意味ではそういう役には立たないんですけど、そういう役に立つ人も素晴らしいんですけど、でもなんでそうやって生きていかなきゃいけない、目的って何なんだろうっていうのが分からないとなんかだんだん辛くなるような気もしてです、まあ、何も考えないで生きていくっていうのだっていいと思うんですけど、なんか何かだんだん意識が変わっていくんじゃないかなと思うんですよね。で、これまでは何も考えてなかったから、まあ、あんまり考えてなかったのは今、あの、 いらっしゃる学生さんたちの世代じゃないんですけど、僕よりちょっと上ぐらいの人って、空き缶とかその辺に道路で捨ててた人たちだったと思うんで、そういう時は多分あんまり考えてなかったんですよね。でだんだんなんか資源が限られてるから大事にしようって、えー、考えるようになってきたのは、なぜかなっていうのがちょっと興味があって、で、まあ、今やってる研究は直結するとはあま言えないんですけど、ちょっと関連するかなということで、ちょっとこういうタイトルにしてみたというところです。はい あのやっぱり地球を大切にしなくちゃいけないなみたいなことがあの他の惑星とかを研究しているとより分かるっていうことですかね。あそうですね、まあ、あの結局何万年とかあのかかるのが技術が進んでもあよく SF でワープしてです、ね、次ほの惑星に飛んでくるのはあるんですけどあれ現実的には多分無理だと思うんですね。であのじゃあ絶対いいけないかっていうとう なんかその数万年いいうのは長かな僕ら100年ぐらいしか生きられないんで、なんですけど、地球の,その数億年とか、そういうレベルからしたら、数万年ってほんのちょっとなんで、だからそれぐらいだったらまあ別にいけるねって言えるのが、次のレベルの人類に多分なるんだと思いますね。それぐらいになると、例えばまあ最近で言うと原発の問題とかありますよね。放射性廃棄物って数万年ぐらい 維持しななきゃいけないけけんですけどもう途方もないなって思っちゃうからもう現場反3体ってなって、まあ、それは今の時点では正しいと思うんですけどだからそれ数万年ぐらいあ別に大したことないねちゃんと管理できるねって進歩してないからダメなんですよねだから僕らはそういうふうに頑張んなきゃいけないのはそういうことなんじゃないかなと思います、まあ、そういう意味ではあの地球で長生きするっていうのは、えーまあ、目標は分かんないですけどなんかい,いろんな理由があってみんなが考えるようになってきてるっていうことはあるかな ちょっっとなんかお答えにななているかかわですけど宮永さんどうですかこのタイトル「どう思いましたか宇宙人として地球で長生きする」ってこの括弧の中にある文字がなんかもう初め聞いた時から遠すぎて <laughs> <laughs> 遠,すぎ遠すぎてどんな感じって思って私は今日参加したんですけどあの亀田さんのお話を伺っていると。 なんだろうなんか毎日緊 <laughs> 急ののしてることでそんな遠くのこと見てたら毎日この人どんなこと考えてるのかなって思っちゃうぐらいえなんだろう,う宇宙の話ってわ分からない分からないことに向かっていく力なんかなんていうのかな分からないことを分か,分かってみたいみたいな。 なんかまあ、それはなんかみんなそう思うかそうなんだけどそうなんだけど <laughs>、はい、そうなんだけどすごいなっていう,ああう、ね <laughs> はい、まあやらせてもらってるってところですねこれ全員がやることじゃないと思うんで人類の生活の一部なんだと思うんですねそれ僕みたいなことをやる人もいれば芸術作品を作られる方もいらっしゃってスポーツでみんなを熱狂させる人もいていろんな役割があるから 逆に言うとそういうふうにたくさんいろんな、まあ、多様性って言い方がいいか分からないですけど、うん、いろんな人がいるからいろんな変動に対応できて進化ができるっていうそれがまあ人類なわけですよ,、まあ、そうですよね。はい、だってその話聞いて、まあ、自分の役割あるなって思うもん。<laughs> うん、自分がアートをやる役割あるなって思います、すね、この話があまりにも壮大で遠いから、はい。<laughs> 皆さんも今日、なんかそういうふうに、結局だから宇宙は大きいって話をするとは自分が小さいって思いがちですけど、皆さんにそういう役割がきっとあるっていうのを、やっぱり思っていただきたいなと思うのと、あとちょっと付け足したかったんですけど、人間100年ぐらいで寿命が来て、まあでもそれはそういうもんなんだって言ったんですけど。あの まあだからじゃあ死んでいいかっていうとそういうことじゃなくてですねやっぱりその自分の役割があってで、えー、何ですかねその宇宙に関わってなくたって何をしててもいいんですけどあの結局その次の世代っていうのがあるわけですしそこになんかをつなげていくっていうのがまた大事なことですよねそれは自分の子供もそうかもしれませんそうじゃなくても下の世代って人類たくさんいるから絶対子供どんどんできるんでそういう人たちにいろんなことを教えていくっていうのがまあ大事なことですよね。うん その宇宙と芸術っていうのをやった時にすごくその思ったんですけど実はその宇宙観測ってすごくやっぱり科学のま推移というかそれでどんどんいろんな分からなかったことが分かって今までのことが覆されてみたいな例えば1995年ぐらいから惑星ってあの地球太陽系外惑星っていうのが見えるようになったんですけどそれまではそういう惑星があるっていうことを言うこと自体地球その太陽系が見えるようになったんです 系外惑星があって宇宙人とかいるんじゃないか、宇宙生命体っていうのがいるんじゃないかっていうことを語ること自体、科学者としてはタブーというか、天体望遠鏡のその解像度が上がることによって、もうバーンって世界観が変わったわけですよね。だからすごい今私たちが思ってることって結構そういうことがたくさんあるんじゃないかなと思っていて、だから宇宙人っていうのは本当にあの人間も宇宙人。 っていうかまあ宇宙の中のの中ある種の生命体もしかしたらこういう私たち以外の生命体の形もあるかもしれないしっていうのはすごいやっててだから本当宇宙人だなって人間って <laughs> 宇宙人だなって私自身はこう思ってるんですけどその中であの宮永さんってやっぱりすごく記憶というかそのものがこう。 生成していくっていうこともおっしゃってましたけど記憶とか時間とかそういうものがテーマになっていてであの亀田先生の,その探索している中でもやっぱりもう、ね、いわゆる人間の日常生活を超えた時間の概念っていうのがバンバン出てくると思うんですけれどもそういうところがちょっとつな、まあ、がるところかなとお二人の,あの思っていたんですね。でそそののの時間感覚辺は 例えばさっきもちょっと打ち合わせの時にそれはんって笑われたんですけど例えばインターステラーみたいなあの映画があるんですけども <laughs> その中であのいろんなその地球上の時間の感覚とは違うすごい速い惑星があったりすごい遅く進んでいるところがあったりみたいなことは実際にはありえるです、ね、あそれはもうあ,のあり得ますね。ってことは まあ、多分そこにはは生命いいないだろうっていうあそうそですその時間の間隔がすごく変わるようなところっていうのは、うん、そのブラックホールの近くとかそういう一部のところは実はそうなんですけど、うん、宇宙の大半例えばその、えー、他にも5,000個惑星が見つかってるって言いましたけどそのほとんどは時間の流れ方でもまあ,あのインターステラーみたいにそういう惑星があってもおかしくはないんで,でも少ないとは思いますね。 現実はななんかかそういういいとところかなと思います、うん、あ僕はあの映画好きですよその記憶とかってその物質の中にすごいその今までの歴史とかがキュッてしまっ詰まってたりするわけじゃないですか、まあ、人が履いてた靴だったりで,でそれをさらに型にして閉じ込めてでもそれが揮発性でもあってみたいななんかそういうのってねあのどういう。 時間っていうのはどういうふうにいつも考えてらっしゃるのかな、まあ、じ時間でっていうと、まあ、そ,その制作の中ででいうと、うんまあ、例えば誰かの履いていた靴をかたどるでそれっていうのは、えー、一回その人が履いていた時間をとどめるみたいな、うんうん、でその人のじゃ履いていた時間っていうのはその靴を履いてどこに行った誰かと何かをしたとかそういうのは あの靴だけが知っていることで、うん、あの自分と靴しか知らないことってたくさんあると思うんですけどそういうようなことが始まりで靴を最初取り扱うようよになったんですでも実際ナフタリでかたどると解放した時からもうそこからは今度はその形が失われるその人の癖とか、えー、靴の減り方みたいなものは変わっていくみたいなところでは 今度変わっていく時間っていうのは進んでいる時間なんだけど過去の時間を解いていくようなまあ解放していくような時間とも言えると思うんですけどまあそういうようなことは起こってると思っていてであのあの作品は一番最初を作り始めた時は本当にガラスケースにも入れてなかったんですねでガラスケースに入れてなかったらあの失われているっていうだけでね <laughs> えー、形が変わっていたでも初めてガラスケースに入れた時に結晶が生まれて、うん、ガラスケースの中で変化し始めたっていうのを見たんですけどなんかその感じを見た時にあ初めて変わりながらあるってこういうことなんだっていうふうにその時気がついたんですね。うん、でそののことと発見はちょっとまあ 宇宙と近いかどうかわからないけどなんかこう様子に自分では近しく感じているところがあってそれはどういうところかというとあの、まあ、よその星から取ってきて成り立ってるものはここの中にな何もないっていうか、まあ、あのいろいろなものが形変わってここにみんなあるという状態だと思うんですけど二人の作品もカバーを外せば えー、そのナフタリンの分子みたいなものはどこに行くか目に見えないしもしかしたら扉が少し開いてて隙間が少し開いたらそこのからもっと遠くに行ってもっともっと遠くに行くかもしれないでもガラスケースがあることによって限られたあの、ま、場所っていうのがあってそこの中で変わり続けるそこの中でぐるぐるしているっていうことが起こるわけでなんかそれはあの ガラスケースから外すともうそれは果てしなくどこまでも分子はいけるわけで目に見えないけどなんかそういうような、まあ、時間っていうか移動みたいなことっていうのを昔,昔っていうかまあ感じたことはありますねあこういうことかみたいなでそれがこう遠くに進んでこう見えないところに行く感じって見えないけどある どこかにある、うん、でもそういうことってなんかこう世の中にたくさんありそうな、うん、ようなき気がしている、うん、なんかもののあり方みたいなか感じですけどそうですねなんか今ちょっとお話伺っててあの、えっと、似てるかどうかわかんないんですけど似てるかなんか逆な感じなんですけど方向が。<laughs> あの 僕らその惑星科学者がやってることってあの結構その地球がどうやってできたか知りたいで,、ねはい、でも40何億年前を今見ることはできないんであの一生懸命そ,のそれこそですねもともとは靴だったものが飛んでいったその後のものをものすごい調べてもともとどうなってたんだろうっていうのをまあ調べるっていう、まあ、なんかそういう仕事なんですよね。だから あの元を作っててちょっと羨ましいなと思いますけどね <laughs> そこを知りたいっていうのがなんかアプローチとしてはなんか,なんかその流れは一緒ですけど全然逆の走行でやってるのかもしれないですねということをふと思いました、ね、すごい面白いですねあのでもお二人ともこの前もねズームミーティングでちょっとこの,、はい、この会をするにあたって、まあ、最初にお会いした時もお二人もお忙しいあの 子育てに覆われている <laughs> あの中であのお話ししてくださってそういうなんでしょうね気,その気持ちをちょっと飛ばす場所みたいなのが少しその自分のよ、まあ、りどころになるみたいなお話もちょっとされてたような気がしたんですけどその自分の研究とか慌ただしい中でこうちょっと違うところの次元に気持ちを飛ばすことのできる。 場所としての宇宙みたいな話もちょっと出てきたような気がしたんですけど、<ー>その辺ってどうですか？僕は結構仕事なんですけど、どう <laughs> <laughs> ですかね。かねまあでもあのいやまあでも僕もやっぱ日常が <laughs> の方がやっぱりずっと多いわけで、うん、仕事よりはどうなんですか？半々ぐらいなんですかね。だからそういう意味ではいろんな時間スケールで生きているのかもしれないですね。ねはい、時間のスケールが、うん、宮永さんはどうですか？ 私の中ではやっぱり宇宙って遠くて近いっていうイメージがあるからその遠いって思うのは本当に今日みたいなお話聞いて果てしないんだなって実感するあのも文字上でと理解する頭で思うこと <laughs> でもあのその体感する宇宙っていう何て言うのかな文字と その見たことがないけれどもって言いながらいつも想像する宇宙っていうのはやっぱり近くにあるっていうかそして結局はやっぱり自分たちの出どころを引くように元を引っ張るようにして宇宙っていうのとまあつながってもいるし探してもいるし、うん。 感じているっていう感じかな。うん、なんかそうじゃないと不安じゃないですか。でもなんかそういうことが少しでも体感できると、ああ、もしかしてこういうあり方なのかなっていうふうに思えることが、なんていうのかな。その日常生活から宇宙を思うみたいなことうん、なのかなと思いますけど。うん、なんかそう、そうじゃないとあまりにも 何億光年とか言われてもちょっとなんかそれどんな感じっていう感じで自分の人生と遠すぎてでも結局今いる私たちの人生の中から未来のことを考えたりあの発見したりしに行くんだろうなっていうのは多分そ,そのような心をつなぐところがアートの仕事だなって今日聞きながら思いますけど。 うんうん、なるほど。うん、んな感じがしましたけど <laughs> でもそんな私たちは毎日子育てに追われてるっていうね。そうですねそしたらこの辺りでちょっと会場から質問を受けたいなと思いますけれどもあ、ね、皆さんあのせっかくお二人あのいらっしゃってますのでいかがでしょうか。挙手してていいただいて あのガラスの彫刻だとよく中に渦とか気泡が入ったりしたのがありますけどナフタリンの中に何か銀河の渦とか気泡とか入れることはあのできるもんなのかなと思ったんですけどもなるほど、はいえー、銀河の渦は、ね、入れてないけれですけどナフタリンはあのーまあ、も,ものには3つの変化があるんであの液体になる温度を、うん 固体にあある温度、まあ、ありましてで液体になる温度稲しにあの合わせて液体になったものをあの例えば今回の展示だったら靴の型に合わせて流し込みをしています。えー、で取り出したものを展示するんですけれどうん,なんかその宇宙 宇宙とのつながりについてですけど、まあ私の中での宇宙っていうのは、な、え、ん、ー、だろう、その物理的にあの惑星がこういうふうにあるからとか星がこんなふうにあってっていうのが実際に作品の中に具体的にあるわけではなくて、でも作品のことを見ていたら、この結晶の中を見ているうちに宇宙のことを想像したり、例えば その結晶の一つを見ているうちにこんな毎日の日常の中にもあの壮大な距離がある距,距離っていうのは実際にある距離とあの心の中でひらめいていく作り出す距離って違うと思っていてあの私が制作しているところっていうのはやっぱりそういうような距離感。 のところなのかなと思って作ってます。なのでその具体的に水星のようなものがあるっていうのが見えるかどうかは、まあ見る側の人のなんかお気持ちの中とまたつないでみて見える世界があるのかなと思っています。はい。ありがとうございます。えー、っと。 あのちょっと一つ質問が来てておりまして亀田先生に、はい、今回の展覧会をご覧になって、はい、あのどう思われましたかっていう感想をちょっとお聞かせください。そうですねあんまり、えー、と美術館にそんなに出入りしてないのでなんか本当に素人なんであのでもたまにはき見てみてなんかぼーっとあんまり考えることなく見てるんですけどや,やっぱりなんていうんですかねや 特にあの現代アートとかを見に行ったりしてでもその多分何も分かりではないんですけどやっぱ日常では僕の日常では出て見ないものを見るんですあ皆さんの日常で見ないものを僕も見てるかもしれないですけど多分あのそれよりもなんか <laughs> でも僕が見るものって絵は結構シンプルなんであのあ人間ってこんなものも作るんだってなんか展示しようって思うのもすごいなって思うんですけどなんかやっぱりプロの人がやってるんだなっていう なんか気持ちにもなりますしそうやってなんか満足して帰るわけですよね。で、えっと、今回もあのすごいボーっと眺めて、まあ、一番ボーっと眺めたのはあなんか皆さん見た方もいるかもしれないですけどあのピタゴラスイッチみたいな <laughs> あの映像のやつです。あれボーっと見てたんですけどそれもそうですし他にもあのいろいろボーっと見ながらあの楽しみました。 今日、ちょっと今回こういう話もするっていうこともあったんで、あの事前にあの伺った時はあの、えー、ときは、プラネットシグマ、グマ瀬戸桃子さんという方の映像作品、ねね、の映像作品ですね。はい、は見てあの、えーとあご、ご覧になった方いらっしゃるかもしれないですけど、えー、と生き物が、なんか凍ってた生き物が、もう一回溶け出して動き出して、また凍っていくみたいな。まああれってあの 気候の変動が大きい惑星で、まあ、そういうことが起きているっていう、まあ、イメージで、まあ、実際にはもちろんあの別の惑星だったらああいう蜂も多分いないでしょうしあのとか、まあ、現実は違うところとあると思うんですけどあなんかイメージを膨らますとこういう作品っていうのもできるんだなっていうのがそれは結構印象に残りましたね。みんななその人理解じゃいいですか違いますか違ま 理科<カ>の理科のさすがでもあの理,理系の人っていうかあの理科好きな人私の作品最初にそういうふうに興味持ってっていうふうに話で開いていくことであるからああかなんかこう頭からも入りやすいのかもしれないですねその理,理,理科のコーナーの人の理科をやってる人そうです、ね、あまずちょっとチェックした方がいいかなって思ってですけど。<laughs> で、あとは、えー、あの、ナフトリンの作品も、あの、皆さんに、あの、紹介していただいて、あの、あ、僕は、まあ、そういう作品があるっていうのも全然、すみません、知らなかったんで、非常に面白いなと思いました。で、あの、もうすでにちょっと結晶とかが、あの、外に付き始めてた時で、えー、どれぐらい持つのかなとか、いろいろ考えちゃうんですけど、まあ、まあ、でもこれ見てる、 だけでなんとか感じ取るっていうのが作品なのかなっていうふうに思ったんで今日また見てみたら、またみたね、あのーはいま、だ多分変わってると思います、はい、私もまだ見てないけど、はい、じゃあぜひ、はい、今日 <laughs> ね、あとあの上にあるの実は気になってて上のってこれどうやって見るんだろうなって思って、えっと、この前伺った時にどこから見りゃいいじゃんって言われてあそんなことも思いつかないんだろうなと思ってですねなんかでも。どから見たらいいんですかってすごい近づいていくから <laughs> そ,<う>それは遠くから見るんですよってって。なんか遠く <laughs> から離れった多分規制概念で美術館ってその展示が壁とかにあって。<laughs> その近くのものを見るとこんな遠くのことを見ている人が、<laughs> <laughs> そうですね。だからなんかも良くないですね。なんかいいですね。<laughs> ちょっと目からウロコでした。はい <laughs>。すごいも面白かったです。<laughs> じゃあ,あのちょっと本当はもう少し質問取りたいんですけどもう29分ですのでこちらであの終わりたいと思いますが、あの大変あの。うん 楽しい、面白いお話を数々ありがとうございました。あの、皆さん、拍手で。ありがとうございます。ありがとうございました。